じゃないですね。申し訳ない。長く。おめでとうございます。ベスト100に入ってたんですか。うん。それはすごい良かった。続きまして、ゲームに Xbox アダプティブコントローラー、Xbox シリーズ X、Xbox シリーズ S、日本マイクロソフト株式会社様です。おめでとうございます。全てこのミッションに基づいています。ゲーミングの世界でももちろんこのミッションは同じです。日本で発売20周年を迎えました Xbox ですが、地球上の全ての人にゲームをする喜びとコミュニティを提供するべく、皆さんに楽しんでいただけるゲーム、またいつでもどこでも楽しんでいただける環境づくりというものを目指しております。地球上の全ての人は文字通り全ての人を含みます。世界で約10億人いると言われている障害を持つ方も例外ではありません。この最新版の Xbox X アダプティブコントローラーは、設計から製造に至るまであらゆる段階で障害をお持ちのコミュニティの方と一緒に作り上げてきました。現在日本を含む32の地域と国で販売をさせていただいております。写真でご覧いただいて分かる通り、 Xbox 本体とアダプティブコントローラーは同一製品群であるということが分かりやすいように、一貫性を持ったデザインを採用しております。このアダプティブコントローラーは大きなボタンが2つ付いているだけではなくて、側面に19個の接続端子があります。そこにジョイスティックや足用のボタンなど、さまざまなスイッチを接続していただいて活用していただくことが可能です。そのものがコントローラーとしての活用だけではなくて、ハブとしての役割も担っています。 Xbox アダプティブコントローラーは箱を開けるというところからもインクルーシブデザインを採用しています。動画でご覧いただいて分かる通り、どんな方でも簡単に箱を開けてアダプティブコントローラーが取り出せるような設計になっているということがお分かりいただけるかなというふうに思います。このコントローラーをご活用いただきますと、例えば十数個のボタンを必要とするゲームであったとしても、自分の体の動く部分を活用してゲームをプレイすることが可能になっています。実際に東京、今回のグッドデザインショーのテーマは公共と行為と公共でございました。このアダプティブコントローラーは、さまざまなエンジニアがアイデアを出し新しいものを作り出すという、まさに行為を象徴するイベントで生まれました。実際に北海道の医療センターで使われているシナリオをぜひご覧ください。 Xbox でアダプティブコントローラーを使う場合、もちろん誰だと思わせている、自分が使いやすいスイッチに切り替えることができたり、お友達は足でボタンを押すことも可能になりました。僕たちはこういうデバイスを待っていました。地球上のより
より多くの人がより多くのことを達成できるようにする。必ずゲーミングの世界でもこのミッションを確実に実現してまいります。ゲーミング for everyone、 地球上の全ての人が Xbox のプラットフォームでみんなとつながって楽しみを分かち合える環境というところを継続して提供してまいります。今後の発展にもぜひご期待いただければなというふうに思います。私のプレゼンは以上となります。ご清聴ありがとうございました。それを徹底的に解説する初めてのサイトを私たち作りまして、公表キャンペーンを展開しました。サイトの内容ですけれども、まずは国民審査とは何か、例えば投票用紙には丸をつけたら×になる、つまり無効になるといったことも含めて一から解説しました。そして審査対象の裁判官11人の詳しい紹介、そして、過去4年間の最高裁の注目裁判の詳しい解説、さらには最高裁についてのコラム記事なども盛りだくさんです。でなぜ国民審査のような地味なテーマに向き合ったのかと言いますと、実は SNS では最高裁や国民審査についての関心が急増していたんですね。でこれはその背景には今の日本の社会のさまざまな不平等への不満が国民審査への期待につながっているということが伺いました。実はですね、日本のように内閣だけで最高裁の裁判官を任命できるっていう国は世界的に本当に少数です。かなり異例です。だから国民が直接投票で辞めさせることもできるっていう、っていう制度はとっても大事なんですけれども、残念ながら形骸化していました。それはやはり私たちメディアが国民審査について十分に伝えてこなかったということが大きかったと言わざるを得ません。でそこで今回は投票キャンペーンをしていこうと。でその時に話し合ったのは分かりやすくしすぎないということでした。物事を単純化するよりもできるだけ多くの情報からみんながきちんと判断してもらうということをゴールにしました。そのために大事なのが情報の動線ですけれども、今回はあの裁判の判決を出した裁判官を知りたいという欲求の方が先に来ると考えて、そこをヘッダーの最もタップしやすい場所に置きました。構成や色使いでは面白くおもねらず、やや知的なトーンを入れて、最高裁の建物の御影石の模様を入れたりしました。まあ、なぜ最高裁を扱うわけですから事実関係とか誤字のチェックには最も時間をかけました。今回のキャンペーンにあたってはウェブサイトを中心において、そこからテレビ、全国の地方局、SNS、YouTube などできる限り全方位で響かせようと努めました。その結果、特に SNS では、普段 NHK はあまりご覧にならないという方も含めまして、多くの好意的なコメントをいただきました。でその SNS は、国民審査を含むツイートの数は前回4年前の 1.7 倍に増えて、意外なことに関心が終盤からさらに上がっていったんですね。でこれは、いわばライバル、他のメディアからサイトを紹介していただいたということも大きかったと思います。その場を借りて御礼申し上げたいと思います。でさて、結局社会にメッセージ響いたのかというと、次につながるという手応えは感じました。まずは今回罰の割合が特に高かった4人の裁判官にいたんですが、共通項がありまして、それは夫婦別姓の裁判で他と異なる判断をしていたということです。で SNS の4人の名前は多くてですね、つまり客観的に言えることは、今回の国民審査では投票結果に影響を及ぼす数の有権者が事前の情報をもとに判断して投票していたということが言えると思います。でもう一つ、今年5月に最高裁で歴史的なある判決があったんですけれども、その際に弁護団の会見で、NHK の国民審査のサイトなどを見て最終弁論を組み立てたという嘘みたいなことをおっしゃいましてですね、でその後で記者の本音の言葉がありました。で実はキャンペーンはまだ続いています。サイトには新任された11人の裁判官たちのその後の判断についての情報を掲載し続けています。最後に今回の国民審査のように私たちオールドメディアがまだ伝えるべきなのに伝えられていないっていうことはまだまだたくさんあると思います。今後メディアの原点に戻って本来の役割を果たしていきたいと私たちは思っています。ご清聴いただきましてありがとうございます。株式会社本田技術研究所
長金森聡様です。お願いいたします。皆さんこんにちは。コンテンツ研究所の金森と申します。この機会をいただきまして誠にありがとうございます。それではですね、ユニワンの説明を始めさせていただきたいと思います。こちらユニワンはですね、立ち上がって歩くモビリティ、そんな思いで私たちは開発しています。実際ですね、ここでモデルを見て実践することができればと思うんですが、それが不可能でありますので、動画をご覧ください。始まらないですね。始まりました。着座からですね、姿勢から立ち上がることができます。そしてですね、感覚的な意識によって自由に移動することができます。また手が自由になりますので、こちら陣内ができます。ユニワンの特徴です。目線が立位に近くなります。先ほど立ち上がりましたが、立っている方の目線と同等の目線になりますので、開放的な視界が広がります。また乗りながら両手が自由になります。そういうことで、感覚的に動かすことで両手が自由になる。それはですね、今まで車椅子の方々であれば手すりを回していたこの作業が不要になります。これらの技術を支えているのが、弊社の二輪ロボティクス領域で培ってきた、バランス制御システムであったり、独自の車輪機構で、実現しています。こちらはですね、下肢障害のある方と開発を取り組んでおります。その方との取り組みにご覧いただきます。こちらですね、下肢障害の方、新しい視界を持って体幹を使うということで初めておっしゃった言葉が、歩くってこういうことなんだとおっしゃいました。こちら、私たちこの言葉を聞いて立ち上がって歩くモビリティというものを呼んでいます。こちらですね、車椅子マラソンで有名な大分県にあります社会福祉法人太陽の家様との取り組みです。理事長の山下理事長候補さんもその開発者の一人にいます。今笑顔の写真が映っていますが、体幹を初めて使うことで体を使うこと、それによってですね、新しい喜びに変わったんですね。その際に、まだまだ研究開発段階なんですが、外に出たいってですね、まだまだ機密状態でしたが、外に出てしまう一面がありました。これによってですね、早く外に出たいな、周囲の人に笑顔をもたらしました。また、弊社の特定子会社ですね、ホンダ太陽との業務において、従業員に乗っていただいております。その従業員の方々が、視界が上がるので遠くが見えると、今まで車椅子では危険物の察知のように近場を見ると視界が変わることで皆さんの顔が見えるということになります。そしたらですね、目が合うということでですね、とても話しやすい、また立っている人も話しやすいで、双方で共感が得られました。この今は単なるタッチの意向ではなくてですね、コミュニケーションツールになれると思っています。障害のある人専用のものなんていらない、山下さん真摯にこの言葉を私たちに投げかけてくれました。この開発によって安心安全の基盤を選んでですね、私たちは次の取り組みに移行しております。その舞台は遊園地です。こちら先月からこの取り組みが始まりました。ですので二次審査でもこちらの情報をお伝えできておりません。こちら鈴鹿サーカスですね、ご来場いただいた方々に特設コースを使って両手が自由になることということで、カードを配ってそのカードにスタンプをして、そのカードを持っていただく、帰っていただくというような取り組みが始まっています。こちら来場いただいたどなたにもお乗りいただいています。そこで気づいたこと、それは子供が乗れるということです。そして親子3世代で来たお客様に乗っていただいているということです。じゃあ子供はですね、うまく乗れた、できた、そのように何回でも乗ってくれています。チャレンジングなモビリティとして、大人では新しい楽しい移動として、ご年齢の方には、ご高齢の方には、安心なモビリティだねと言っていただいております。これらの、モビリティですね、すぐに簡単に免許不要で歩く、
して楽しく誰もが楽しめるコミュニティになると、まあ、時期尚早ではありますが実感を確信しております。こちらですね、これらの取り組みを可能性を広げていきたいと考えています。両手が自由になることで今までつけなかった仕事に就くことができ、雇用の創出をつなげていくということです。そして、いつまでも歩いていけるんじゃないかと、これからこれが社会の日常になると考えています。さらにはこちら意のままに創出することができますので、デジタルとの融合によってエンターテインメントの進化をつなげていきたいと思っていますし、こちら事業化に向けてどんどんつなげていくと思います。最後、こちらですね、ミニワンとはですね、テクノロジーをより人間的なものとしてイノベーション、デザインとして届けたいと思います。そこで誰がやっても平等で活躍できる社会を目指しています。これ以上、あ、すみません、以上でミニワンのご説明をさせていただきます。ありがとうございました。株式会社日立製作所研究開発グループ野村幸太郎様です。よろしくお願いいたします。皆さんこんにちは、よろしくお願いいたします。日立製作所の野村と申します。私からは再生プラスチックを積極的に使用し高度循環社会の実現に向けて取り組んだスティック掃除機についてご説明させていただきます。清潔性や耐久性に優れ、さまざまな製品に使用されてきました。しかしながらこの写真のようにゴミとなったプラスチックが土壌や海洋汚染などを起こし環境問題となっております。そこで私たちは生活に身近な家電製品で再生材を活用し循環型社会の実現を目指そうと考えました。今回再生プラスチックの適用率を上げることにおきまして製品の外装にまで活用しようと考えました。しかしながらこの写真の中央にあるように再生プラスチックはバージンプラスチックに比べると異物混入が多く破棄されてしまうことが多いです。そこで私たちはこの異物をカモフラージュするために異素材を混ぜ合わせたようなデザインというものを検討してまいりました。しかしながらこのような衣装を再現するには性質の異なる材料といったものが必要になります。そこで問題となったのが製品の役目を終えた後の将来の再利用になります。この異物を目立たせないために混ぜられたはずの材料が将来異物となって見えてしまうからです。私たちは将来のリサイクルを見据え考え方というものを変えることにしました。さまざまなこの再生プラスチックが持っている特性を生かすことで、まあ、異物が気にならない、将来のリサイクルにも負担をかけない新しい再生プラスチックの美しさといったものを追求することとしました。このように製品全体をダークトーンで構成し、さまざまな再生材や仕上げ組み合わせで高い品質感を持ったアピアランスを構築できないかと考えました。ここで鍵となったのは再生材の選定です。家電の再生材で主に使用されているのは家電などから再利用された着色済みの再生プラスチックになります。この着色された再生プラスチックは新たな着色をしても少し濁った色合いになってしまい、目指したダークトーンというのが再現できませんでした。そこで私たちはこの再生ポリカーボネートに着目しました。このガラスの代用品の品としても利用される透明性を生かしたこの製品に使用された材料は再生材としても透明性の高い樹脂として入手することができます。これを活用することで深みのあるダークトーンが実現することができました。こちら本製品に利用しました再生プラスチックになります。左の2つから
掃除機に必要な強度や軽量性に優れた再生ポリプロピレン、そして中央2つは重要な2章に使用しました色彩の再現性と対衝撃性に優れた再生ポリカーボネート、さらに充電台の台座部など重さが必要な部分には比重の重い再生 ABS を使用しています。このように適材適所に使い分けることによって再生プラスチックを今回全体の 40% 以上ということを適用することが可能となりました。そしてまた艶にもこだわり、昨今のトレンドであるマットな質感でありながらパーツごとの艶をコントロールしています。このように色や素材、仕上げといったものを丁寧に仕上げることで本体のコントラストを帯び、品質感を向上することができました。また将来の再生プラスチックの循環を配慮し、このいぶつまってしまう印刷のような過色は配慮しました。ロゴなどは刻印などで再現することで循環性に配慮しています。最後になりますが、私たちはこの掃除機という身近な製品で積極的に再生プラスチックを活用し、その特性を生かし新しい美しさといったものを実現しました。また製品の寿命が超えた後のことまで配慮することで循環型社会を実現してまいります。発表は以上となります。ご清聴ありがとうございました。吉田隆様です。お願いいたします。はい、皆さんこんにちは。魔法の駄菓子屋チロル堂の吉田隆と言います。このチロル堂の取り組みをたった4分で説明するっていうのはちょっともう無理ちゃうかなと思ってるんですけど頑張りますのでよろしくお願いします。チロル堂は奈良県生駒市の生駒駅を降りてすぐ1分のところにあるんですが、店内に入ると駄菓子がいっぱいあって、でそこの中にガチャがあるんですけども、このガチャ子供は1日1回100円で、回すと、カプセルの中にこの店内だけで使える通貨チロル札っていうのが入ってます。運が良ければ3チロルまで入ってるんですけども、この通貨を使って子供は自由に買い物ができるんです。で、この買い物する中で実はなんと1杯500円するはずのカレーが1チロルで食べることができるんです。なのでむちゃくちゃ運が良かったらカレー3杯食べれるんですね、100円で。で、子供たちはこの仕組みのおかげで誰一人情けない思いをすることなく、かっこ悪い思いをすることなく温かい食事が取れるっていう仕組みになってます。で、この仕組みを支えているのが大人なんですけども、大人がここでコーヒーを飲むとか、お弁当を買うとか、パンを買うとか、購買行動したときに、その代金の一部が、寄付となって、チロルの小札となってガチャガチャに入っていくという、そんな仕組みになっているんですね。まあ、僕たちはその寄付するっていうのを、チロルという動詞に置き換えて呼んでるんですけども、チロルっていうことによって、この寄付するカルチャーが軽やかになったというか、なんかみんな手軽に寄付できるみたいな、そんなノリができたかなと思ってます。夜はこういう感じで大人がめちゃめちゃ楽しそうに飲んでるんですけど、チロル酒場なるものが開かれてまして、毎度毎度こうやってみんな飲んでるんですけども、ビール一杯飲むとかラテを食べるだけでその代金の一部が、ガチャに入っていく、子供たちのカレーに変換するっていう、こんな仕組みになってます。で、みんな酒飲んでるだけじゃなくて、絵本の読み聞かせをしてくれる人だったりとか、ワークショップをやってくれる人、全国から野菜を送ってくれる人、お米を送ってくれる人だったり、1日店長だったりとか、1日ラーメン屋とかね、1日スナックみたいなことをやってくれる地域の人々がどん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 チロル堂に関わっていったんですね。で、チロル堂って子供のための場所と思われがちなんですけど、実は一番メリットを享受しているのは大人だと思います。大人が、こういう関わっていく中で競争することとか合理化するだけのこの経済が今終わりに向かおうとする中で、こんなチロル堂を通して僕たちっていうのは分け合うこととか地域と密接に関わっていくことの中に喜びがあって、それが精神的な保守となるんだみたいなことを学べる場所になったんじゃないかなと思っています。で、こんな場所が寺子屋みたいに
ちょうど石川県で今3ヶ月ぐらい前に一度できたんですけども、なんか全国に広がっていったらいいなと思ってて、来年には5箇所チロルドができる予定です。でこういうふうな、なんか次の社会を学べるような場所がどんどん広がっていったらいいなと思ってます。もっと言いたいことめっちゃあるんですけど、ぜひチロルドに皆さん足を運んでもらってチロってみてください。ご清聴ありがとうございました。
一駄菓子屋がまさかこんなところで大賞を取らせていただけるなんて夢みたいです。ありがとうございます。この治療用っていうのは今始まって1年ちょっと経つんですね。で、来年から全国にこの治療用がどんどん広がっていって、さっきプレゼンでも少し話したんですけど、子どもたちを支えるだけでなくて、大人たちが次の社会に向けてなんか学び合えるような、いろんな議論が生まれたりするような、そんな場所が寺子屋みたいに点在していけば面白いなと思ってますので、ぜひ皆さんの町にも治療用を作ってください。よろしくお願いします。